ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターウルトラ3分やっていきましょう。ということで今回は3分にもあったシマースキャンの機能を使ってウルトラ3分でシマースキャンしていこうと思います。ダイス3分の時とシマースキャンで出てくるポケモン違っている子もいるっぽいのですごく楽しみです。で、私は今週アーカラ島をシマースキャンして1週間どんなポケモンが出てくるのか確認しながらゲットしていきたいと思います。チャチャチャさんはメレメレ島を今週シマースキャンするそうなので、ぜひ気になる方は概要欄からチャチャチャさんの動画も見に行ってね。ということで行ってみましょう。ウルトラ3分だと今回初のシマースキャンっていうことなので、おさらいも兼ねてご存知の方もいると思うんですがお話ししていこうと思います。シマースキャンとはアローラ図鑑以外の珍しいポケモンを探し出す機能のことで、シマースキャンをするためには QR コードのポイントを100ポイント貯める必要があります。100ポイント貯まると1回シマースキャンができます。だいたい何の QR コードでもいいんですけど、同じ QR コードを読み取ることができなくて、前日に読んだ QR コードは翌日になると読み込みがまたできるようになるんですが、バラバラであることが条件になっていたりします。あとはですね、正確には、10ポイントの QR コードだと20時間に1回シマースキャンができるようにはなるんですけど、まあ、基本的に1日1回って覚えておいていただければいいかなと思います。シマースキャンで出てくるポケモンは各島、4つの島で違っているのと曜日でも違っているので計28種類出てくることになりますね。早速アーカラ島の日曜日シマースキャン行ってみたいと思います。 QR コードのところで100ポイント貯まるとシマースキャン R ボタンを押すと使えるようになります。タッチパネルの真ん中でもいいですね。やってみましょう。アーカラ島シマースキャン、気配をキャッチした場所がアーカラ島の6番道路です。で、シマースキャンをスタート1時間の時間制限がつくので、1時間以内にこのシルエットのポケモンをゲットしに向かおうと思います。探しましょう。で、今回私はまだ、ストーリー中途中なので、アーカラ島でもちょっと空いてないところが残ってるのですが、ストーリー中の方は空いていないところもあるとシマースキャンしていけないとこだともったいないんですよね。なのでもうすでに攻略済みの島でやるのがもったいなくなくていいかなと思います。まあ、ポニ島最後まで行ってればどこの島でもできますよね。ただ1日1回なので、今始めておくと4週間違うポケモンが毎日ゲットできることになりますね。はい、ここが6番道路、近くてよかったです。で、シマースキャンは、3分の時も遊んでたんですけど、一発で出てくる時と一発じゃない時と結構あるんですよね。今現在私はこんな感じで空いてないところあったんですが、6番道路でよかったです。で、ここで行ってみますか。一応ですね、峰内要員にルチャブル連れてきました。レベル低いけど一発かな。結構ね、一発確率多かったりするんですよね。違った、ププリンが飛び出してきた。出ないときは結構合わないんだよね。時間大丈夫かな。さっきのシルエットで分かった方もいると思うんですけど、私もなんか分かった気がするんですよね。あのみつるくんのっていう、え、おじさん、私ここのトレーナーさんやってなかったっぽい。当たっちゃった。いや、シマースキャンしに来たんですけどね、タイムロスになっちゃうじゃん。ポケモン無理なの。ウィリアムすぐ倒そう。あ、よかった。来るかな。どう？あ、ゴジムシが出てきた。なんか合わないね。そうそう、話の途中だったんですけど、あのみつるくんのあのポケモンの感じがするんですが、ちょっとあのシルエット多分そうなんだよなって思いながら探してます。うまくいけばエルレードになる？めちゃくちゃ楽しみです。まあ、とりあえずアゴジムシは倒しましょう。一発で出てくるときとなかなか出てこないときの差って結構あるんだよね。よし、じゃあこの辺もう一回回ってみようかな。お願い、出てこい。来たかな？
いや、来たはポケモンが来たっていうあれなんだけど、来る？来た！よかった！ラルトス当たってました！サンムーンの時は、アーカラ島の日曜日5チームだったので変わってますね！育てればサーナイトになれる！嬉しい！頑張ろう！いや、初めての推しマスキャンなので、確実にゲットしたい！電磁波かけます！そのためのモココちゃん！やけどとか毒でやらかしたことが多々あるので麻痺つけられる子連れてきました。でこれで、ルチャブルに変えてもいいかな。まだね、あの12レベルなんだよね。これで下がるんだよね。いけるのかな。ルチャブルお願い、ミネうち頑張って。ちょっと今まであのうまいことポケモン出会った時にゲットできてきたので、ミニ打ち要因そうそう作ってなかったっていう失敗しましたね。もうちょっとあのレベル帯が高いところでミニ打ちを覚える子ができたらミニ打ちさせようと思います。ちょっとしか行かない。あれ来た。足元に霧が立ち込めた。ルチャブルどうする？ミニ打ちしよう。次の島だと鬼ドリルも出てくるので鬼ドリルにしようかなって思ってたんですけどね。それまでの峰打ちはルチャブルにお願いしようと思います。頑張れルチャブル。いい傷薬使おう。ちょっと危ない気がするから。峰打ち持ってれば慎重に行かなくても一発で峰打ちで1残るっていうのをやりたいんですけどね。レベル的にもうルチャブルは心配。もう一回峰打ち。まだ麻痺残ってるからうまくいけばいいな。マジカルルーフ大丈夫。危ない。結構危なくない？どうしよう。もう一回峰打ちでもいい？いけそうな気がするんだけど倒れそうな気もする。うまく決まらなかった。よかった。これもう一回でどこまで行くかな。開かないまで行かない。ルチャブルー、やばい。8。どうしよう。でももう一回峰打ちが入れば多分赤ラインで1ぐらいになると思うんだよね。ってことで回復なしで。ルチャブルごめん、ありがとう。チャームボイス、ルチャブル君のことは忘れないよって言いながらもうちょっとレベル上げ一緒に行こうね。ごめん。じゃルチャブル犠牲にしたので確実に捕まえたいです。モココにしてもしあの麻痺が取れたとしても電磁波かけます。そうしよう。ってことで入れ替えしてもうここに耐えてもらいながらあのモンスターボール投げます。モンスターボールでいいかな。いけなかったらハイパーボール投げようと思います。一発でいける？あれ？これ来るんじゃない？まだわかんないか。来た！よかった！ルチャブルありがとう！ということで無事に初のウルトラサンムーンシマスキャンラルトスゲットできました。ニックネームつけずに一回手持ちに入れてどんな技を持ってるのか見に行きたいと思います。でもあれですね、今見てた感じだとなんかシンクロっぽい気がしたですよね。特性もラルトスって何種類かありますよね。トレースがあった気がします。あとは夢特性隠れがありますよね。仲間呼びとかで厳選っていうのもシマスキャンありだと思うんですよね。ただ今回はもうミニ打ち要因が弱い。育ててなかった私がいけないのでまたちょっと頑張って育てようと思います。はい、性格は無邪気で特性はやっぱりシンクロでした。持ち物なくてレベルは17。一応オスなのでエルレイドまで育ちますね。ミストフィールドにマジカルリーフ、おまじない、チャームボイスを持ってます。初めてのシマスキャンゲットできてよかったです。他詳しく見ていこうと思います。シンクロ、自分がなってしまった毒や麻痺や火傷などを相手に移す。今回のシンクロはモココの麻痺がついている状態でモココには麻痺効かないですもんね。よかったー。ということで、アーカラ島の日曜日はラルトスでした。今週、他の曜日も
ドアから島で島スキャンで探しに行ってゲットしてくるので、また見ていただけると嬉しいです。サンムーンと違うポケモンもいるっぽいっていうのがまたまた楽しみなところなんですよね。あとはレート戦でも使えるポケモンだったり、強いポケモンだったりっていうのも島スキャンでサンムーンの時もゲットして一緒に遊んでたので、今回もそれができるのが楽しみです。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、See you!